はい、おじでーす。さあ、今回はね、もう今、お昼過ぎてるんだけど、ちょっと、SMSL の、HO200 ね、これを引っ張り出してきました。で、4.4 ミリで、のバランスで聞けるね、アンプになります。じゃあ、よいしょ。ちょっと接続がね、バランスか、これしかないので、もう二択なんで、もうこれで接続するしかないです。よいしょ。で、よいしょ。まずね、4.4 ミリのアンバランスにして、よいしょ。うん、よいしょ。これ結構すごいね。ここは無理か。これぐらいまでピントが合うのか。すごいな。で、4.4 ミリ入れて、一応これ外しとこうか。で、ちょっとパワー絞って、電源オン。で、まあ、ロー、ミドル入ってね、ゲインコントロールがあります。今、ミドルになってます。で、下がね、RCA。上がバランスなんで、まあ、RCA にします。で、ちょっと音ね。耳に引っ掛けます。電源、あれ？電源入ってんのかな、これ。電源つかないな。あれ？壊れた？ん？あれ、電源がオンにならないな。あれ？あれ、壊れてしまった？電源のケーブルが違うのかな？合わないのかな？相性が。あ、後ろのメイン電源があった。メイン電源があったんだよ。だからメイン電源を、どこだ？メイン電源をこれをオンにして、いやー、セッター壊れたかなと思ったよ。それで、ここをオンにすれば、あ、ついたー。あー、焦らせるなよー。焦らせるなよ。いやー、ビビったー。で、多分これで音が来ると思うので。なんでカレンダーなんて、なんか変なもの。よいしょ。まだプレイヤーちゃんとしたの入れてないんで。同じ音で聞こう。いやー、いいなー。3950円の DRN コンク。結構良くなってるよ。高音も刺さらないし、楽器の分離もちゃんとしてるしね、空間もそこそこの広さがあるし、低音もしっかり。ボコボコ
出過ぎてないけど、まあモニターっぽいぐらいの音量で低音が出てるし、あ、聞かした方が早いね。ね、まあボーカルももうちょっとクリアだといいけど、まあノイズ感がないっていう、うん、歯切れがいいし、この高音の楽器もうちょっと音をする、でこの弦の響きもいいよね。うん。まあいいね。いい音だよ。さあ、SMSL の音がまあ。これぐらい、こっちのイヤホンつけたらちょっとどうなんだろうね、うん、ね、でもこっちはアンバランス、バランスのケーブルつけてないので、ちょっとこっちでも聞いてみようか。ダブルだとあれかな、音ちっちゃくなっちゃうかな。音そのまま出るかな。どう、ちょっとつけてみる。ちょっとここが、画角が狭いね、あの楽天ハンドに比べるとね。あ、これ変わんないな、音量が。こっちの3枚のイヤホンがこれ。で、3950円。じゃあ今度交互に入れ替えてみよう。はい、どうだろう。ちょっとおじいもじっくり聞いてみるよ。うん、やっぱりこれと3万円と3950円比べてみると、
や、これでも3950円の割には音がはっきりくっきりとすごい頑張ってるよね。で、元気に出すぎてるのを、やっぱりもうちょっとこう、綺麗に丸く整えて出てるよね。バランスも含めて、聞きやすい音になってる。こっちはちょっと雑味があるよねって感じだね。で、バランスとアンバランスです。ね。これバランスにしたらどうなるんだろうねって感じするよね。これね。いや、面白いよね、本当。いや、面白いね、これ。こいつのコスパってすごいよね。確かに比べると、全然こっちの方が聞きやすくて、ちゃんとした整った音になってるんだけど、でも、価格が3950円で、まあ、多少やんちゃにはなってるものの、このアンプを通して聞くと、粗が目立つ部分はある程度抑えられてるので、比較するとやんちゃに聞こえるけど、比較しなければ結構ちゃんと聞けるよね、これね。すごいよね。うん、まあそういうことでね、まあ不利な状態でアンバランスで3万円とバランスで3950円ね、まあ、ちょっと聞き比べてもらいました。あと分配のやつもいっぱいあるから、同じアンバランスで、アンバランスだったらこう2つ比べることもできるけどね、本当。じゃあどっちかは 4.4 ミリだからこっち側の検証だからこっちをちょっと外して、でちょっとこの音をね、ちょっともう一回この音をちょっともう一回おじゃ頭に叩きつけとかないと、これね。ちょっとボリュームが大きいな。あっちに合わせたから。あ、落とした。撮影しながらって本当大変なんだよ。うん。ねえ。うん。じゃあ、この音と、よいしょと。よいしょ。よいしょ。で、ちょっと聞いてみるよ。で、音が出てきていないので、再生をしないと。で、再生をしても音が出てこない。モードが違う。ボリュームか？ボリュームではない。モードが違う。モード。ここでもない。ここでもない。違う。あれ、USB のモードになんないな。ああ。USB の戻るとこ、前回使った状態で記憶してくんないの。ここ入れ替えたら勝手に変わってくれるとか。あ、パチンときたな。もう来ないな。
再生してるのこれちゃんと。再生してるね。モード。もう音忘れちゃうよ。どこよ。USB のモードどこ。あれー。言葉に出してはいけない言葉を出しそうになってる今。このゴミが、はあ、USB のモード。外すとどこになっちゃうのリセットは。ダメだ、USB モードなんねえや、もう。やめた、もうバカバカしい。飯食おう、飯。はい、飯食います。終わり。